どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、フォートナイトをあげたいと思います。僕ね、実はベータとかシーズン1の頃結構フォートナイトやってたんですよ。がっつりやってて、配信も結構コールオブデューティーの交流戦の合間にしてたんですよね。で、最近ゼロビルドっていう建築なしが追加されて、で、海外だとすごい流行ってんのかな、なんか忍者とかその辺ももうなんかゼロビルドメインでやってるから、あ、ちょっと僕もやってみようかなってことで今回動画上げたいなと思います。もうね、僕はね12年以上コントローラーでFPS をやってます。で、コールオブデューティーの元日本代表で、で、コールオブデューティーと、あと、エイペックスとか、で、あと、ヘイローで大会優勝したことがあります。で、ヘイローっていうのはもうまさに今、このキャラで、このキャラ、マスターチーフ。このキャラですよ。このフォートナイトのスキンにね、マスターチーフがいたんだよね。まあ、今日動画撮る理由もこれなんだけど、ヘイローのマスターチーフがいたから、ちょっと購入して、マスターチーフでやっていこうかなと思います。SMG でいこうか、最初。どこでやり合ってますか？そうだってますよ、これ。ここいらっしゃいますよね。よし。今自分が持ってるのはフルオートのやつなのかどうか分かんなかった。フルオートのショットガンはこのゲーム最強だと思うので。あ、これドラムショットガンじゃね？あ。オッケーオッケーオッケー。美味しい！で、もう一人よいしょ、入れて、ちょっと前にこういう風にゼロビルドが追加されて、まあちょっと久々にやってみようかと思ったらね、面白かったんだよね。フォートナのゼロビルドは、まあ他の、まあ、エペと何が違うんかと、そのわざわざフォートナをね、建築なしでやる意味あんのかと思う方いると思うんですけど、これがね、面白いんですよ。他にないんだよね、意外と。今、こういうバトルは他にないんだよ、意外と。その、マップの広さがちょうどよくて、漁夫も少なくて、そう、漁夫が少ないってとこだね。なんかほんと、マップの広さがちょうどいい。そう、マップの広さがちょうどよくて、漁夫が少ない。それがもうゼロビルドのいいところだと思う。エペは、やっぱカージャル特にね、ヘリ早すぎるじゃん、あれ。早すぎて、カージャルちょっとね、なんかプレイできるような感じじゃないんだよね、今。OK。いい感じのとこに。ありがとう。エペのランクはあれでまあ完成されてるじゃないですか。あれはあれで面白いんだよね。漁夫をそれほど気にせず、ちょっと気楽にやりたいバトロワって言ったらね、なんか今はまさにこれな気がする。で、あんまり日本だと流行ってないのかな？海外だとね、結構バトロワのこのゼロビルドの方流行ってるイメージがあるんだけど。あ、やべ、取られちゃう。OK。なんか忍者とかも最近ずっとゼロビルドっすよね。OK。で、なんで海外で流行ってて、日本であんま流行ってないのかなと思ったんだけど、結構日本のフォートナの方はね、今日フォートナイトから始めてる方が多くて、まあ前、昔の、こう FPS とか TPS あんま触ってない人が多いイメージなんだよね。でも海外は結構その忍者とかもね、元ヘイロープロだし、PUBG とかもね、がっつりやってたから、その、まあ、いわゆる、オーソドックスなシューティングゲームっていうのも経験があるから、まあゼロビルド今ハマってんのかなっていうふうに。他の有名ツイッチストリームもそんな感じじゃないかな。なんかね、公式でフォートナのこのゼロビルドの大会とかもね、増えていくっぽいから、なんか、ちょっとね、触っておいてもいいかなと思って。僕シーズンね、そのベータとかシーズン1の頃めっちゃやってたんですよ。本当に日本で大人が全く流行る前に。ちょっといただけなかったですね。おこぼれ。取られちゃったな。いますね。なんか違うの来たって。これ使って、どうだ、銃声の方、こっちかな。やってるね。ごめんね、ちょっとあなたからやるね。あれ、硬いんだな。
待って、なんか違うの来てる。SMG 強いよ。やっぱ今の環境って SMG が強いんかな。なんかちょっとよくわからない拾っちゃった。なんかこれ体に悪そうだから食べない方がいいよね多分。オッケー、さっくりと。で次左ですね。左銃声してたから、フォートナイト今初めて見てる人とか僕の視聴者で、あとフォートナイトを昔やってた人はびっくりしてるかもしれないんだけど、なんかね、銃声がね、そう、表示されるのよ。こう音がね、近くの音がね、視覚化されるようになってるんだよね。これすごいよね。ヘッドセットがうんちでも全然大丈夫っていう。これ貫通する？ちょっと撃ちにくいな。危ねえ。ちょっとご利用しちゃったけど、いや。で、次。どれぐらい離れてんだろう、これ。どれくらいまで映るのかな。結構体力あったな。OK。で、右の人。お泊まりになって。OKOKOK。ちょっと偏差いまいちまだわかんないな。撃たれるかもしれないけど飲んじゃいます。これさ、なんか白いオートショットガンの方が連射早かった気がするんだけど、気のせいですかね。なんかレアリティが上がった方がなんか弱かった気がするんだよな。あの距離いける？さすがに厳しいか。さすがに厳しかったね。あぶね。あ、いますね、いますね。向こうもジェットパックか。薬さん中入ったな、ブッシュの中。そう、建築がない分、ブッシュの中がめちゃくちゃ強いんだよな。中に入ってる。お。OK、あぶね。最後の一発でしっかりと決めていく。あ、青持ってるじゃん。いいね。パイロットにはいいダメージ入ってるぞ。え？え、待って、どちらさん、どちらさん？なんだなんだなんだ。この人やるじゃん、とりあえず。なんだこの辺。なんだこの辺。こっち銃声してた。あれかな。後ろケアしとこう。さあ、アンチ来ちゃうぞ。どうするんだい？アンチ来ちゃうぞ。あれは何だろう。
車？普通の車かな？普通の車っぽいな。で、ほんと遮蔽物の近く、あれなんかどうだろう今の。スナイパーっぽかったね、あの結構棒立ちでこっち見てたから。お、もう一人見つけた。 OK、 ラストワン。あ、違う。そういうダミーとは。うわー、マジかー、ショットガン。うわー、レジェンドショットガン。いや、今の僕のちょっと距離取ればよかったな。そっか、上だったか。残念、22キル。22キルです。うわー、最初のフォートナイトぐらい勝たせてよ。そう、上なんか登った音があんましなかったから結構離れたのかなと思ったんだけど。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ今日のフォートナイトは、まあ、とりあえずテスト的な感じで上げてみて、まあみんなの反応次第でちょっと投稿していこうかなと思うので、まあ、よかったらグッドボタンお願いします。それではお疲れ様です。